そうね。むかつくー、また負けたー。あんなに頑張って勉強したのに、なんで勝てないのよ。何よ、あんたたちも私を笑いに来たの。いいわよいいわよ、笑いなさいよ爆笑なさいよ、どうせ万年二番手よ。あう、ごめん、つい取り乱しちゃったわ。私はハルカ、魔法学園で白魔術を学んでるわ。ここにはフィールドワークで来たの。ここですっごいレポートを作って、今度こそ一番になってやるんだから。あらゆる魔法知識が集まる学園よ。多くの偉大な魔導士や賢者を輩出してきたわ。もちろん私も最高の魔導士になるため猛勉強してるの。成績はトップクラスよ。そうよ、悔しいけどそうなのよ。ズボラで適当で変態なのにトップをかっさらっていくのよ。風紀委員として学園のために働いている私よりあいつの方が評価がいいなんて理不尽よ。ムッキー、水と風のエレメントを4対6の割合で混合し、天のエレメントをわずかに添えれば雪になる。この時、地のエレメントを混ぜれば雪は氷になり、その変化は時のエレメントで調整を。あ、いきなり話しかけないでよ。暗記した魔術理論を忘れちゃうじゃない。そうよ。白魔術や黒魔術は緻密な理論体系に基づいて効果を発揮するの。白魔術や黒魔術はルーンが落ちてくる以前から存在していた技術なの。ルーンがなくても魔法みたいな効果を発揮できるよう古代地上人が研究して編み出したのよ。今じゃルーンがあれば誰でも魔法は使えるけど、魔術を併用すれば高い効果を得られるわ。だから魔法学園では古い魔術も教えてくれるのよ。勉強っていうか研究、ルーンと白魔術を併用した新しい治療魔法を開発中なの。完成すれば今は不治の病とされているものも治せるようになるかもしれないわ。私よく病気になってね、薬代がかさんで家族に迷惑をかけてたの。白魔術がもっと発達すれば、いろんな病気を安く簡単に治せるようになるわ。だから私、もっと頑張らなきゃいけない。ここに来たのも、珍しい薬草の類を入手して研究するためなの。だから、もっと私を連れて行きなさい。いいわね。どうしても、うまくいかない部分があるの。いろいろ試したけど、全滅。それさえどうにかできれば、研究は完成するはずなんだけど。ダメね、私。やっぱり、頭が硬いんだわ。あいつと違って。こんなんじゃ、一番にはなれない。いつも二番手に甘んじてるようじゃ、白魔術を発展させることなんて、できやしないのに。澄んだ光、なんて純粋な。純粋な。そうか。そうだわ！エレメント
メントを純化させれば、もしかしたら。うん、きっとなんとかなる。いえ、なんとかしてみせる。ありがとう、あんたのおか、あんた白魔術師に向いてるかもね。わけないでしょ。一番はこの私なんだから。負けらんないの。